社会人にもなって恥ずかしいことなんですけど、私虫歯になってしまいまして、で今それの治療中なんですが、先ほど治療してもらって麻酔を2本打ってもらったのに、ものすごく削られてる時痛くて、どれくらい削られたのかなって、あの仮歯をかぶされた後に、あの受付で鏡を見てみたらですね、その虫歯になった歯が半分以上削り取られてました。皆さんも虫歯には気をつけましょう。はい、始まりました。トワイスの妄想ラジオ、トワしゃべり第5回、今回もグダグダの一発撮りでやっていきたいと思います。ですね、オープニングのすぐ後の収録となっておりますので、まあちょっとそろそろ麻酔が切れてきて、歯がものすごく痛くなってきたんですけれども、まあ動けなくなって昼寝とか挟んじゃう前にちょっと話し切りたいと思っております。ですね、本当にまた前回の続きになってしまうんですけれども、重ね重ね私のとわしゃべり1ヶ月空いてしまったこと、本当に申し訳ございませんでした。今月第4回と第5回2本、上げさせていただいておりますので、こちらでお詫びとさせていただきます。でですね、今回何を話そうかなと考えたんですけれども、特に話題を今まで考えていた話題で話すっていうよりも、一旦ちょっとまた自己紹介的なものに立ち返ってですね、私のゲーム歴なんかをグダグダと長々と喋らせていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、で私のゲーム歴なんですけれども、まず生まれて初めてやったのが何かなとちょっと自分の記憶をたどって思い出してみたんですけれども、私が初めてやったのは多分ですね、保育園年長の時に買ってもらったゲームボーイのポケモン緑バージョンで、その時僕の3つ下の弟も確か同じくゲームボーイ買ってもらって、ポケモンの赤かなをやってたと思います。これに関してはですね、本当にどういう感じで当時遊んでたかっていうのとかは全く覚えてなくて、まあ強いて言うなら初代ゲームボーイ、白くてボタンがちょっと薄紫というか、そういう感じのごつい感じのゲームボーイではなくて、僕と弟が買ってもらったのってゲームボーイポケットっていうワンサイズ小さくなったやつだったんですね。で確か僕が紫のクリアのものと、あと弟が買ってもらったのがなんだっけな、ピンクだったかな、赤だったかな、でもそんな感じの色だったと思います。でですね、自分がどういう風に遊んでたかは覚えてないんですけれども、覚えてることが一つあって、父親がゲームボーイをまあ勝手にっていうとあれですけど、ポケモンってセーブ一つしか作れないじゃないですか。いつだったかな、あでも多分僕らが買ってもらったばっかりですごく遊んでる時っていうんじゃなくて、ちょっと後になって、まあまた後で話すんですけど、私が小学校に入ってスーパーファミコンを買ってもらった時あたりかな、多分ですね、父親がポケモンをやってたんですよ、僕のと弟のとで。で、久しぶりにポケモンやろうかなって思って起動したら、なんかいきなり、自分の見たことのないような内容になってて、あれ?って思って、ポケモンの欄開くと、ポケモン、自分の手持ちポケモンの一番先頭にいたのが、ミュウチュウ、
噛んだ。ミュウツーレベル96っていうやつがいて、はぁ、何これ、俺捕まえた覚えないよみたいな、そういう感じの思い出がありますね。で、そのミュウツーで大体無双できると、まあもちろんタイプ的に合わないものもいるんですけれども、いや本当にね、あのバカの一つ覚えみたいに誰にも彼にもサイコキネシスでゴリ押ししてたような覚えがありますね。あと、あの何でしたっけ、 PP8 でしたっけ。それを買いまくって。まあ、何でしょうね、まあ幼稚園から小学校にかけてゲームをやってて、そんなに戦略的に戦うっていうことも多分まだできないというか、できる人はできるんでしょうけど、僕はできなかったので、まあ本当に、まあとりあえず自分の好きなやつのレベルをひたすら上げまくって、あのねじ伏せていけばいいんでしょうみたいな、まあねじ伏せるって表現当時は知らなかったですけど、まあそういう感じの考えで今までも多分今もあのやってるので、まあそれが RPG にあまり手を出さないっていう理由というか、 RPG に手を出さないっていうのも今初めて言いましたね。まあこれは後々話していきましょう。はい、次。小学校に入りまして、先ほどもちらっと言ったんですけど、スーパーファミコンを買ってもらいました。まあ初めての据え置きゲーム機ですよね。で、そのスーパーファミコンを買った時にソフト何がいいって父親に言われたんですね。で、その時にまあ僕もよくわからなかったんで悩んでたら、そのゲームショップの店長のおじいちゃんが、まあ今人気なのはこれと、あと、子供向けって言ったらこっちかなって言って、まあどっちもアクションゲームなんですけど、ロックマン X と忍たま乱太郎を出されたんですね。で、どっちもゲームショップにテレビがあって、それにスーパーファミコン繋いでたんで、それで試しにちょっとやらせてもらったんですけど、その時僕自分が何を考えてたのかっていうのは思い出せないんですけど、僕が選んだのはロックマン X だったんですよ。あれね、いやでも、楽しかったですよ。一応、私もアクションゲーム、多分それが初めてのプレイだったと思うんですけど、まあ父親に教えてもらいながら操作方法を理解していって、割と、まあ、どこまで行ったんだろう。小学校の時、多分買ってもらってすぐはできなかったと思うんですけど、いや、まず全クリはできなかったんですよ。ただ、幼少の頃シグマステージにまで行った記憶はあるので、まあ一応そこまではできてたんだなと。多分弱点武器とかも父親に教えてもらいながらやってたんでしょうね。あ、ロックマンっていうゲームを知らない方にはわからない話かもしれないんですが、本当申し訳ございません。ちょっとロックマンも面白いゲームですので、今は最後にプレイステーション2で出て以来、多分新しいロックマンは出てないのかなって思うんですけれども、まあ興味のある方いらっしゃいましたら調べていただいて、ロックマン X は、これは、ちょっとロックマン X に関してはですね、僕は多分当時というか、今、実家を離れて、まあ、ちょっと働きに出てるんですけれども、こう、働きに出て、いつだったか帰省したときに、ちょっと順序の組み立てがうまくいかないな。まず、僕が専門学校に通うために実家を出まして、で、まあ、寮で暮らしていたんですけど、その寮生活のときに、そのロックマン X がリメイクされたんです。で、据え置きのゲーム機は持ってこれなかったので PSP だけ持ってきてたんですけど、その PSP でロックマン X のリメイクのイレギュラーハンター X っていうやつが発売されて、お、なんだこれ、懐かしいし面白そうじゃんっていうので買って、で、まあそっちはクリアしたんですよ。で、その後社会人になって実家に戻った時に、
あ、そういえば、イレギュラーハンター X はクリアしたんだけど、ロックマン X ってクリアした覚えないなって思って、で、やったんですけど、なんか明らかに難易度が、そのスーパーファミコンのロックマン X の方が高かったんですね。あ、なんか、なんだろう。ここ動かないはずの足場なのに動いてるとか。なんかそういうことがあって。へーって。なんて言うんでしょう。一応、イレギュラーハンター X も X 編とババ編があって、で、まあ、X 編、ババ編ともに、ノーマルモードとハードモードとクリアしてあるんですけど、その、イレギュラーハンター X のハードモードよりも若干難しい。なんか、敵の動きが増えてるっていうとあれですけど、まあ、リメイクだから多分逆に減らされたんだと思いますけど、難しすぎたっていうことで。だから、まあ、なんか、なんでしょうね。本当に、イレギュラーハンター X をハードでクリアしたからこそ、やりごたえのある難易度だったっていうので、あ、やっぱり昔のゲーム難しかったんだなっていうのが、まあ一つ記憶にありますね。で、まあちょっと脱線してしまったんですけど、私の小学校時代のゲームの話。スーパーファミコンで初プレイはロックマン X だったんですけど、その後割と、まあ、ゲームソフト買ってくるのは父親だったんで、有名なゲームやってたと思うんですよね。一応、多分ゲームを昔からやってるよっていう人には馴染みがあると思うんですけど、星のカービィスーパーデラックス、あとスーパードンキーコング2、ドラゴンクエスト6、あと、ゴエモン、頑張れゴエモン2かな。なんて言ったっけな、マッギネスとかいうやつがラスボスのゴエモンなんですけど、あと何やってたかな。あ、スーパーマリオ RPG、 うん、こういったものをやってましたね。この今言った中で一番やったの難しいな。全部一通りというか、なんでしょうね。やり始めて1時間ぐらいやって飽きて次のソフトに変えるみたいなことを、いつもやってたんで、なんか、1日に2、3本ぐらいやってたかな。うん。なんか、まあ当時から本当に、勉強嫌いで ゲームばっかりやってたっていう思い出があるので、中でもやっぱり協力プレイができるカービィとドンキーとゴエモンなんかは弟とよくやってましたね、協力プレイで。で、なんでしょうね、僕はまあ多分兄だからっていうプライドでも何でもないですけど、割と主人公を使いたがるっていう感じでやってて、カービィスーパーデラックスだと大体僕がカービィで弟がヘルパーなんですけど、よく言われたのが、あ、名前忘れた、カービィのコピー能力っていうものがあるんですけど、それでコピーっていうコピー能力があって、カービィがコピーを使うと、まあなんかレーザーじゃないですけど、そういうのを出して、コピー能力を持ってる敵に当てると、そのコピーを、奪い取るっていう、そういうものなんですけれども、弟はですね、そのコピーっていうコピー能力のヘルパーが大好きで、で、ガードっていうシステムがあるんですけど、そのコピーのヘルパー、泥棒みたいな見た目してるんですが、そいつガードすると透明になって、相手のつかみ攻撃以外は多分全部かわせるのかな。そういうキャラだったんで、なんだ弟ばかり楽しやがってみたいな、当時はそんな感じのことも思ってましたね。あ、でもやっぱ楽しそうだなとは思うんですけど、なんでしょうね、まあ昔からそうなんですけど、僕よりも弟の方がなんか効率がいいというか、容量がいいというか、
上手くなるんですよね。まあ僕は本当に何も考えないでゲームやるタイプなので、まあ突き詰めて極めるみたいな、そういう感じのスタイルじゃないっていうのもあるんですけど、まあ大人も極めるまではいかないんでしょうけど、でもやっぱりひたすら王道の感じで自分のスキルを上げていくみたいな、割とストイックなのかなと、弟はそんな感じに思いますね。で、あと五右衛門なんかだと、あ、五右衛門とドンキーに関しては本当になんか自分が何を使うかっていうので揉めたりしてました。あのドンキーだとディディかディクシーなんですけど、ディクシーはあのポニーテールスピンって言って、ジャンプしてあの Y ボタンだったかなを押し続けると、あのゆっくり落下できるっていうのがあって、それを使って割と遠くまで行けたりとか、あとタイミング調整をしたりとかできるんですけど、本当にあの2人ともディクシー使いたすぎて、あのたまに喧嘩になってましたね。まあ DD も DD で、あのローリングジャンプみたいなものの距離と速度が速いのかなっていう特殊能力なのかな、特性なのかな、まあそういうのがあるんですけど、当時2人とも小学生ですし、そんなこと使いこなせなかったので。あと五右衛門、五右衛門はあのどっちがサスケ使うかで揉めてました。あのサスケはジャンプ力が高い。あとリーチ的にしゃがみ攻撃のリーチがちょっと長かったのかな。あと武器を強化すると遠距離武器になるっていうのがあって、本当にお前昨日サスケ使っただろう、俺今日使わせろよみたいな、そういう感じのくだらない喧嘩とかしてた覚えがありますね。でサスケ使えなかった方はあの五右衛門使うみたいな、あくまでエビスマルは出ないみたいな。エビスマルちょっとジャンプ力がないので、本当にギリギリから飛ばないと向こうまでたどり着かなかったりとか、そういうことがあるので。あとあれですかね、あの僕がしゃがみ攻撃なんかをやって敵をせこく倒してると、あのおんぶっていう機能があってですね、弟サスケ使ってるくせに、あの僕が使ってる五右衛門におぶさってきたりして、おいお前何やってんだよみたいな、そういう感じの遊び方とかもしてましたけどね。ちなみにおんぶしてると、あのおんぶされてる側しか攻撃できなくて、僕は本当にただ移動とジャンプ、しかも若干それジャンプ力落ちたりとかもしたのかな、あしないか、しないけど、でも五右衛門のジャンプ力なんで2人まとめて落ちたり、弟だけ脱出したり、おいてめえみたいな、そういう感じでかなり楽しく遊ばせていただいた覚えがありますね。でまあ時が流れまして、どの辺で買ったのかって覚えてないんですけど、あ僕多分スーファミと64の間に発売したであろうゲームボーイカラーは買ってません。まあなんでしょうね、一応買ってくれってねだったことはあったような気はするんですけど、まあ買ってもらえませんでしたね。まああれですか、あのそれに関してはあの勉強に不真面目だった自分を呪うしかないんですけれども。でゲームボーイカラーを飛ばして、任天堂64を買いました、買いましたというか買ってもらいました。で、任天堂64初めての作品は、ゼルダの伝説、時のオカリナ。これもまあ、有名なゲームですよね。で、時のオカリナに関してはどうなったんだったかな。でもやっぱり当時全クリはできなかったと思うんですよ。まだ小学校だったんで。まあ、スーパーファミコンと、任天堂64ってあのちょっと正式名称をど忘れしちゃったんですけど、 あれかコンポジット端子、コンポーネント端子だったかな、 AV ケーブル、
まあいいや。黄色、白、赤の3色のピンを刺すケーブルがあるじゃないですか。それの、本体側につなぐケーブルの形が、スーパーファミコンと任天堂64で全く同じなんですよ。だから、電源だけは、延長コードの方に挿したまんまで、その3色ケーブルだけは、スーパーファミコンと64と共用で使ってたんですよ。それだけ差し替えてゲームを変えてたっていう。と、あれ？時のオカリナの話でしたよね。時のオカリナはどうでしょう。でもやっぱり父親とか弟とかと協力しながら、父親はでも割と一つのゲーム極めるような感じのタイプなので、一応あれってファイルを3つ作れるんですけど、まあ3つ作って、何だったかな、父親のデータは本当に買ってから割と早い段階でクリアしてたのかな。でも僕がどの辺だろう、大人リンクになって水の神殿でさまよってるあたりで、父親すでにラス魂の神殿とかラストステージあたり行ってたような気がするんですよね。どこだろうな。でもあれ、なんか父さんのデータ、ちょっとハートの形違うんじゃないみたいな、ハートの器みたいに周り、ハートが体力を表してるんですけど、そのハートの縁になんか銀色のものがついてるんですよ。え、これ何って思ったら、何だったかな、確か大妖精様からもらえる力で、敵の攻撃を半減してくれるっていうスキルだったと思うんですけどしかも父親ハートの器、ハートのかけらとかもしっかり集めてたみたいで、ハートが確かあれマックス20個なんですけど、18個ぐらいまで集めてたんですねその時は別段をすごいとも思わなかったんですけど、今考えるとすげえやり込んだんだな父さんみたいな、そういう感じに思いますね。で、僕どこで積んだんだったかな、なんかでも水の神殿あたりはぐるぐるしていたような気がしますね。なんかそこで積んで、あ、これなんか小さい鍵の使い道間違ったかなって言って、また最初からやり直したりとかっていうのが多かった気がします。あと64でやったのって言ったら、大乱闘スマッシュブラザーズ。まあ後々のことを今話してしまうと、私はこれ以降に出たデラックスとか X とか、あと今発売してる 3DS なんかには全く携わってないんですけれども、まあその話は後々。大乱闘スマッシュブラザーズはやっぱ面白かったですね。まあなんでしょう、友達とか弟とかとやったりもしたんですけど、まあ基本的に、まあ弟はよく遊びに行ってたし、僕も一応友達と遊びに行くことはあったんですけど、まあでも割とその時期って一人のことが多くて、でまあ一人でそのひたすらアーケードっていうんでしょうか、キャンペーンっていうんですかね、ストーリー的なものをやってて、一番使ったのなんだろうな、僕が当時一番使ってたキャラ、まずネスは使ってました。隠しキャラ、隠しキャラではネスを使ってましたけど、普通のキャラだったら何使ってたかな、サムスかリンクかな。でもやっぱり時のオカリナの影響でリンクは割と使ってました。当時スマッシュブラザーズがお祭りゲーだっていうことも特に意識してなかったんで、だから
なんでしょうね、知ってるキャラって本当にカービィとリンクとマリオぐらい。あと何いるかな。でもそれぐらいだったんで、まあ大体その3人と、あとなんか知らないけどサムス強えってことでサムスを使ってて、これ何の作品だろうみたいな、オリジナルキャラかなぐらいに思ってましたから。あ、ドンキーコングも知ってましたけど、やっぱちょっと動きが重いかなっていうのであまり好きじゃなかったですね。フォックス、弟はフォックス使ってましたね。なんか本当にあのリフレクター使いとかが小学生ながらかなり上手くて僕は苦戦させられましたね。あ、あとピカチュウかな。あのピカチュウの弱攻撃の早いこと早いこと、あれでよく技中断させられて、いつの間にか雷で吹っ飛ばされるみたいな、そういうことをやられましたね。あと僕は対空で雷を使うみたいなことにこだわってた時期があったとか、そういうぐらいですかね。で、あと64で印象に残ってるのは、頑張れゴエモンネオモモヤマ幕府の踊りですね。これも最初 3D でよく慣れなかったんですけど、なんか割と何でしょう、印象としてはあまり残ってないのかな、もしくはあまりにもやりすぎちゃって逆に飽きたのとはまた違うんですよ。あの、もし今手元にあったら確実にこの話をしてこの収録が終わったらやりたいぐらいの気持ちなんですけど、なんでしょうね、あれは多分当時の私でもクリアできたやつですかね。僕今話したもの、話してないものも、あのソフトたくさん家にあるんですけど、多分8割方全クリまでたどり着いてないんですね。でもまあ、ゴエモンに関しては、本当に当時買ってもらって、割と早い段階で自分でクリアできたっていう数少ないゲームなのかなって思いますね。でまあ、実家を離れてしばらくゴエモンというか64自体起動してないんで、記憶も定かではないんですけれども、まず、スーパーファミコンの時と比較して、あの八重ちゃんがいるっていうのと、あとなんだろうな、武器強化のシステムがなくなっちゃったんだなっていうのと、あと各キャラがいろんな特殊能力が使えて楽しかったっていうことですかね。うん、そうですね。で、あのまあ 3D ゲームではよくあると言いますか、なんか届きそうで届かない屋根の上とか、本当に何でしょうね、もちろんストーリーを進めるのも楽しかったんですけど、その時は割と本当にフィールドをただ歩き回ってるだけでも楽しかったイメージがあります。なんか後々ネタバレ、ああでも昔のゲームだからいいかな。後半の方になるとサスケの特殊能力で確かジェットみたいなのを使えるようになるんですね。それでジャンプしても届かないようなところに行けたりっていうことがするんですけど、それを覚えてからなんかどこだったかな、ヤマトだったかなの三重の塔の屋根に登ってみたりだとか、あーまあでもなんかそういうことばっかりやってましたね。でもフィールド内をいろいろ歩き回らないと、あの体力の上限を増やす招き猫っていうのは手に入らないんで、まあ本当に招き猫探しなんかもよくやってたかなっていうイメージがあります。あと64は何だろう、64はこれぐらいかな。いや、あと2つあるんですけど、こちらはさっとですかね。ゼルダの伝説はムジュラの仮面もやりました。あれはですね、当時本当に私の田舎の方でも CM が流れてたんですけど、なんかなんでしょう、
ホラーな感じというか怖かったですね。あの仮面をかぶることによってあのリンクがデクナッツになったりゴロンになったりゾーラになったりするんですけど、まああの その時の演出がものすごく怖くて、なんかうん、あの割とトラウマでしたね当時は。あと変身しないものでもいろんな特殊能力のあるお面があって、そういうのを集めたりしながら冒険していくっていうのと、あと3日間しかないんですよ時間が。あのなんかリンクが迷い込んだ世界はあの3日後に月が落ちてきて世界が滅びるっていう世界で、であの残り1日の夜になってしまうと、何秒ごとだったか忘れたんですけど地震が起きてるんですよ。そういうのがまた怖くて、まああのそういう世界なんでいろんなイベントを回収しなきゃいけないんだけど時間がない。だからあのちょくちょくオカリナで時の歌を吹いてあの1日目に戻しながらいろんなものをやっていくっていうのがあるんですけど、実家にいた頃はあのできなかったですね。あのトゥルーエンドっていうか、あの全ての事件を3日間以内に解決してあのエンディングを全てハッピーなものにするみたいなことをやりたかったんですけど、ムジュラの仮面に関しては父親が攻略本を買ってきてくれたんで本当にそれを見ながらがっつりやり込んだんですけれども、でもさすがにそこまではあの気力が持たなかったですねなかなか。いやーでも本当にジャンプアクションとかもなんかちょっと特別なところだと、あのただピョンって飛ぶだけじゃなくてあの一回転したり、あのバク転じゃないですけどそういう感じの飛び方をしたりとかで、アクションも増えてて面白かったですね。あとあれですかね、クリスマスプレゼントに64のソフトをお願いしたら、うーん、風雷の試練を買ってもらいましたね。まああのあれですけどサンタさんに送ってもらったって言った方がいいでしょうかうん、まああの風雷の試練64をやってました。あとはあれなんでしょうね、風雷の試練64って確かレビューとかで見ると難易度は控えめとかそういう感じのこと書いてはあったと思うんですけど、まああの風雷の試練初挑戦だったっていうのも一つあるんですが、めちゃくちゃ難しかったですね本当に。あの初級のダンジョンをひたすらうろうろするだけの毎日みたいな。いやだからあの完成する城も全然いいものが作れないみたいな、そういう風雷の試練64のストーリーとしては、まあダンジョンに潜ってお城の材料を集めてお城を建築して、であの鬼ヶ島からやってくる鬼たちに悩まされてる村を助けるためにあの鬼ヶ島に行って親分を討伐するっていうのが風雷の試練64のストーリーなんですけど、まあ城を作るためにダンジョンに何回も潜るんですけど、そのダンジョンも初級中級上級っていうのがあって、僕はひたすら初級でやってましたね本当に。あの中級とか全然潜れなくて、なんか本当にあれも自分が何か一つ行動するたびに一ターン立つみたいな、そういうものだったんで、本当に食料の確保と探索していい武器を見つけるのとっていうのでいろいろ考えながらやらなきゃいけなかったんで、まあ僕の苦手なジャンルのゲームだなっていうのは一つ分かりました。まあそれでも頑張って鬼ヶ島まで潜り込んで、でたまたま運よくなんだっけな、ドラゴンスレイヤーと、いや違う、ドラゴンキラーとドラゴンシールドっていうのを手に入れて、あれこれ親分勝てるんじゃねって思って親分まで行って、あのまず最初前に歩いたら火を吐かれ、次斜めに歩いたら軸合わせをされ、あこれ近づけねえじゃんって思ってまた前に歩いたら火を吐かれ、
音切り層を使って回復したら火を吐かれでまた一歩踏み出して相手の隣に行ったら棍棒で殴られて死にでその後何度か挑戦していくうちに仲間にタンスがいて、そう、動くタンスがいるんですよ。でそいつは試練が倒れた時に最後に装備していたものを持ち帰ってくれるんですけど、うん、僕最後に装備していたのがそのドラゴンキラーとドラゴンシールドじゃなかったっていうのがあって、その2つをロストしてしまって完全に心が折れて、それ以降試練は普通のダンジョンの初級しかやってないっていう低たらくぶりあれは未だにクリアしてないですね。弟に64まだ動くって最近聞いてみたら、あれね、ちょっと窓開けて寝てたら雨が入ってきて多分ぶっ壊れてんじゃないかなって言われたんで、もしやるとしたらソフトだけ実家から送ってもらって僕が実機を中古で買ってくるしかないなっていう状況になってるんですね。うん、困りました。まあでも久しぶりにやってみたいですね。今なら多少考えながらでもできるかなと、時間はないですけど思うので、うん、やってみたいなと思っております。でやっと中学校に上がりましてですね、おっと、ちょっとその前に一つありましたね。いつだったかな、でも小学校の高学年5年とか6年の時、プレイステーションを実は父親が買っていたっていうのを発覚してですね、でまあ僕らが、そう、それが発覚したのは僕が小学校の3年か4年かどっちかぐらいだったんですけど、小学校5、6年に上がった頃に父親からプレイステーションやっていいよっていう許可が出まして、それまでずっと父親の部屋にあったんですけど、まあ僕らの部屋でもそれを父親の部屋から持ってきてやるっていうことができるようになったんですが、プレイステーションは本当にいろんな種類のゲームをやったかなって思いますね。初プレイ何やったっていうのは覚えてないんですけど、一応印象に残ってるものとしてはストリートファイター03と、ジョジョの奇妙な冒険の格闘ゲームがあったんですけど、それとあとロックマン X4、 あと知ってる人いるのかな、デュープリズムっていうアクション RPG と、あとこれもアクション RPG なんですけど、ブレイブフェンサー武蔵伝っていうやつですね。であと RPG だとレジェンドオブドラグーンっていうやつをチラッとやったりしました。でまあここでお気づきの方もいらっしゃると思いますけど、 RPG と言ったらファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、これがまあ大体2大巨頭として上がると思うんですけど、僕はですねプレイステーションに上がった頃2つとも買ってないんですよね。まあ当時まあ発売されたばっかりだったっていうのも多分あると思うんですけど、とてもじゃないけど中古でも割と高い値段してたんで買えなかったっていうのが一つあるんですよね。僕も小学校はまだですけど、中学校に上がった時まだプレイステーションの方はやってたんですけど、小遣いを月に2000円ずつもらってたんで、まあ一応それをゲームを買う費用に当ててたりとかしてたんですけれども、それでなんかなんだろう、うん、やっぱりあんまり高いゲームを買おうかって思い切ったことをした覚えはないというか、うん難しいですね。あんまり高いものを買おうかなっていうよりは、安くて面白そうなのを何本か買えたらなっていう気持ちでゲームショップに行ってたんで、まあ大体中古なんですけれども、まあそういう影響もあってかこの頃から割とメジャーなゲームっていうものには手を出さなくなりましたね。で今挙げた中で語れるものがあるとしたら何だろう、ストリートファイター03とジョジョに関しては、まあやっぱり格闘ゲーム苦手だなっていうのは分かりましたね。
なんか本当にコマンド打ちがスムーズにできないというか、そういう感じだったんで、まあ本当にあのゴリ押して勝てりゃいいやぐらいの。ジョジョの奇妙な冒険のストーリーモードがあるんですけど、なんかあの指定の条件を満たしてクリアしないと高いスコアがもらえないものだったので、本当に高いスコア出なかったですね。ジョジョ原作も当時はまだ知らなかったですし、格闘ゲームのスキル自体も低かったんで、本当にどうやりゃこれポイント貯まるんだよみたいな、そういう感じの、うん、イライラがありましたね。ゲームにイライラするってどんだけだよって思いますけれども、まあでも楽しかったですよ。ジョジョも本当に個性的なキャラがいろいろいて、バーサスとかはあまりしてなかったんですけど、何使ってたっけな当時は。邪悪の化身ディオを使ってましたかね。弟も確かそいつを使ってたと思うんですけど、あとあれかな、あの隠しキャラなんですけど、サングラスかけてる方の華経院とか使ってましたかね。わかる方いるかな。まあ僕もそんなにやり込んでないんで、あのプレイ内容とか戦略とかそういったものでは話せないんですけど、まあチートではないと思うんですけど、割と2人とも多分強キャラの部類に入るんじゃないかなと思うんですけれども。まあその2人をよく使ってたかな僕は。あと父親はラバーソウルでしたね。なんか割となんか頻繁に掴んできてめんどくさかったです。うん。あとはなんだろうな、プレイステーション本当にやったゲームが多すぎて、武蔵伝知ってる人いるのかな。武蔵伝はやりましたね。よくこれをゲームの内容を説明するのはちょっと難しいかな。うん、あの私自身もちょっとストーリーの方がうろ覚えなんで説明するのが難しかったんですけど、まあでもあの主人公の剣豪武蔵が雷光丸っていう刀とレイガントっていう、うん、大きい剣を携えながら、まあ各地のボスを倒していく感じのストーリーなんですけど、システムとして面白かったのが、あの雷光丸のため攻撃というか、あれを使うと、雷光丸を構えてチャージしてゲージが満タンになったところで放すと武蔵が雷光丸を投げるんですね。でそれをあの雑魚に当てると、あの雑魚の体を吸収し始めるんですよ。で、ま、そこで連打をして、またゲージがマックスになったら雷光丸が戻ってきて、でその雑魚特有のまあスキルみたいなのが使えるようになるっていう、そういうのを駆使しながらダンジョンを進んでいくっていうシステムだったんで、まあ例えばトゲのあるところで、あの普通の状態の武蔵だと向こうまで行けないってなった時、近くにあのピョンピョン飛び跳ねてるやつをあの雷光丸で吸収して、ホッピングっていうスキルを使いながらそのトゲを通り抜けていくとか、あとは何だったかな、五輪の書っていうものがあって、それを使って戦ったり謎解きをしたりっていうのもあったんで、なんでしょうね、本当に主人公の使える技がたくさんあって面白かったんですかね。あとなんかなんでしょうね、まあホラーテイストなところがあったりとか、ちょっとして後半に向けてシリアスになってくるところとか、そういうのが、うん、本当に面白いものなんで、正直あれ今やっても面白いんじゃないかなって、まああのうろ覚えでもものすごく面白かったっていう記憶があるんで、もし今手に入るんだったらまたやりたいですね。むしろ実況したいですね、あれに関しては。
いやー手に入るかな、手に入ったらいいな。あとよくやってたのはデュープリズム。こちらはこのアクション RPG なんですけど、主人公が2人いるんですよ。名前うろ覚えだな。男主人公と女主人公がいて、男がルーで女がミントっていうキャラで、ルーは武器が斧で、まあ、あの強力な通常攻撃と、あと雑魚を倒すとメダルを落とすんですね、ルー編だと。でそのメダルを手に入れると、あのその雑魚に変身することができるっていう能力を使って、あの謎解きをしながら進んでいくっていうものなんですけれど、あとそうそう、ミント、ミントは通常攻撃はそんなに強くなくて、武器なんだったかな、リング、なんか輪っかみたいなのを両手に持って、それで相手をぶったたいたり、あとジャンプ攻撃が飛び蹴りとかそういう感じの、まあ活発な女の子なんですけれども、ミントはその通常攻撃が弱い分、魔法っていうものを使えて、まあそのリングを重ねて魔法を打つんですけれども、それで相手の属性に合わせながら魔法を駆使していって謎解きしていくっていう感じでしたね。これもまあストーリーの方はうろ覚えなので、あまり本当にうろ覚えばっかりですね、あまり詳しいことは話せないんですけれども、デュープリズムはキャラがみんな個性的、あの主人公2人もそうですし、あの途中で邪魔してくるやつらとか、あと敵キャラとかみんな濃いんですよねまあどれがどうっていうのはなかなか言えないんですけど、例えばあの主人公の行く先々で邪魔してくるやつの一人で、何だったかな、デュークっていうやつがいて、そいつはあのいろんなものになりきることができるっていう能力なのかな、それとも趣味なのかな一番面白かったのは、あの何でしょう、本当に星の着ぐるみを着て、あの俺は星だって言いながら襲ってくるところが一つあって、それは星ってなんだよって思いながら戦ってましたね。で弱点が、あの攻撃を大きい攻撃をしてきて前のめりにバタって倒れた時の背中のチャックの部分とかあれチャック見えちゃってるじゃんみたいな、でそこを斧でザクザクやるみたいな本当に、まあそう、これは一例ですけど、あの本当に中には笑えないような感じの、あのシリアスな場面もあるんですけれども、まあそういう感じのゲームでしたかね。いやそういう感じっていうと本当にネタによってるゲームになっちゃうと思うんですけど、でも割と本当にストーリーも深かったですし、ダンジョンとかの謎解きも結構ハードだったイメージがあるんで、面白いゲームでしたね。で、ここでやっと私が中学校に上がるわけなんですが、中学生になった時、誕生日プレゼントで、親からプレイステーション2を買ってもらいまして、でプレイステーション2に関しては本当に中学校から高校卒業まで、あと今もう社会人になって、あのアパートの方にプレイステーション2を買いましたんで、今もやってるんですけれども、本当にプレイステーションかプレイステーション2が一番やってるのかな、そうなってくると。初めてプレイしたソフトは確かキングダムハーツ、あれも CM でやってたのかな、まあでもアクション RPG なんですけど、今振り返ってみたら割とアクション系というかアクション RPG とかよくやってるんだな自分って今思ってます。キングダムハーツは何でしょうね、まあ有名なゲームだと思うので内容に関しては触れなくていいかなと思うんですけど、私がまずゲーム始めて一番最初にやることはディスティニーアイランドでひたすらワッカと戦う、
で、ワッカっていうのは、確か FF10 のキャラクターなんですけど、まあ話しかけると戦えるんですね。最初の島で。で、なんでそいつと戦うかっていうと、レベルを上げたくて、ひたすらあいつの投げるボールを、剣で弾き飛ばして、ダメージを与えて、それで倒すっていう方法でやってて。まあもちろん、ワッカを倒して3ポイントだったかな。で、ボールを跳ね返して1ポイント。で、必殺シュートみたいなのがあって、それを跳ね返すと2ポイントとかもらえたんですよね。で、まあそれで、たまにわざと弾き飛ばしたのを外したりとかして、ひたすら輪っかでレベル上げして、で、あと私というか、キングダムハーツって多分全部同じなのかどうかはわからないんですけど、最初に何を伸ばして何を捨てるかっていう、なんか自分の戦闘タイプみたいなのを決めるイベントがあるんですけど、僕は迷わず盾を伸ばして、魔法じゃないかな、盾を伸ばして魔法か剣かどっちか捨てるみたいな、攻撃か魔法を捨てるみたいな、そういう感じの選び方をしてて、で、盾を伸ばした状態だと比較的低いレベル帯でリフレクトガードっていうものを覚えるんですね。で、まあそのリフレクトガードっていうのは、まあ素早い防御みたいな感じで、さっき言った輪っかのボールを跳ね返すっていうの、まあもちろん自分が攻撃をしてうまく合わせるんですけど、なかなか合わないんですよね。やっぱ攻撃ボタンを押してから、攻撃の範囲にそのボールが入ってくるまでっていうのが若干時間があるんで、だからまずリフレクトガードを覚えるために輪っかと戦いまくって、で、そのリフレクトガードを覚えてから、言っていいのかな、うん、いいでしょう。他にも島で戦えるキャラ、ティーダっていうのと、あとセルフィーだったかな、ちょっと名前うろ覚えなんですけど、その3人に、それぞれ勝利すると、ティーダに話しかけた時に3対1で来いみたいなことを言えるんですけど、リフレクトガードをまずワッカと戦って覚えたら、3対1でやって、そのリフレクトガードを駆使しつつも経験値稼ぎみたいなことをよくやってました。あとなんだろうな、キングダムハーツで何やったかな。まあでもこれ以降のことはこれからやる方いらっしゃるのかわからないんですけど、まあでもあとは普通通りやってましたかね。あれだ、グミシップっていうのがあるんですよ。まあなんやかんやってソラとドナルドとグーフィーの3人でミッキーを探す旅に出るんですけれども、まあ世界から世界に移動するためにグミシップっていうものを使うんですけど、そのグミシップをカスタマイズできるんですよ。どういうグミシップに乗るのかみたいな。まあ基本的にコックピットと銃と、あとは装甲みたいな、あと羽とジェットエンジンとっていうのを揃えながらやるんですけど、僕はひたすら四角いブロックを並べまくって箱を作ってましたね。普通のグミシップの周りを四角で周りを固めて、本当にただ見た目箱みたいな。で、それが割とHP が高いのかな、装甲が強いというよりは。だからまあネタですよね。でもキングダムハーツ2になって同じシステムがあったんですけど、2でも僕は相変わらず箱を作ってましたんでいや、なんか知らないけど楽しかったです、箱まあ私にクリエイティブな発想があれば、箱は箱でももうちょっとおしゃれにしたのかもしれませんけど、一応あれもカラー変更みたいなのできたと思うんで。ああ、なんか話してると本当にやりたくなってきますね、キングダムハーツも。
確かまだ実家にあったと思うんだよな。送ってもらおうかな。はい、 PS2 だと本当にいろいろやったからな。今話してるとものすごい時間を取られてしまうと思うんですけれども、あと印象に残ってるのは機動戦士ガンダム巡り合い空、あと私がオタクになるきっかけを作ってくれた友達から勧められたダカーポプラスシチュエーションなんかを貸してもらったりしてやってたり、あとはギャラクシーエンジェルですかね。これはどういう経緯でやり始めたのかわかんないんですけど、私は地味にこれもドハマりしてた時期がありまして、後々友達から借りたりしてゲーム版の方は割とやったのかな。やりましたね。はい。で、高校生になりまして、相変わらず PS2 をやってたんですが、PSP を購入しまして、私のモンハンが始まったのはここからですね。モンスターハンターポータブル無印からやり始めて、で、セカンド、セカンド G、サード、3DS を社会人になって、トライ G、4G の方はちょっとまだというか未だにまともに触れていないんですけど、でもまあいずれ Wi-Fi 環境が整ったらいろんな人とやりたいなと思ってるところです。で、高校はでももっぱら今まで買ったゲームというかスーパーファミコンからゲームボーイもまだやってたかな、PSP までやってました。高校になって新しく買った PS2 のゲームだと FF102 もやってないのになぜか102、あとなんだろう、ロックマン X コマンドミッション、これはロックマン X6 だったか X7 があまり評判が良くなかったっていうので、まあ逆にこっちを買おうということでやったんですけど、これちょっと未だにクリアできてないんで心残りがありますね。あと友達から借りたのがペルソナ3とキングダムハーツ2。キングダムハーツ2はクリアしました。ペルソナ3はちょっと途中で友達からいい加減返せって言われて返しちゃったんですけど、こちらはね今 PSP の方でやってます。あとここで今更になってなんですけど、スーパーファミコンのソフトを中古で買ったりとかしてたんですね。この時に父親が実は持ってたっていうのが高校になって今更発覚して、ロマンシングサガ3をやり始めたり、あと昔に立ち返ってカービィのスーパーデラックスとか、あとマリオ RPG なんかもやってたんですけど、そう、高校になって今更っていうのをもう一本あって、クロノトリガー、これも僕は高校の時にやりました、初めて。まあ存在は若干知ってたんですけど、プレイステーションをやってた時友達の家にクロノクロスっていうのがあって、これねクロノトリガーっていうゲームの続編っていうかスピンオフっていうかそういう感じなんだってみたいなことを聞いてへーって思ってただけなんですけど、クロノクロスを高校でやりました。ただクロノクロスも確かクリアしてないんですよね。ラボスで、ラボスって言って分かる人いるかな。まあでもラスボスですね。ラスボスがちょっと勝てなくて、それで、未だに積んでるっていうのが一つあって心残りなんですけど、まあいずれこれに関してはリベンジしたいなと思います。で、あとなんだろうな。高校に関してはこんな感じですか。専門学校時代は先ほどちらっと話しましたけど、実家を離れたので PSP だけ持ってきてたんですけど、ここでかな、ここでモンハンのサードを買って、であとその時ホテルの実習してたんですけど、そこで一緒になったバイトの先輩が割とゲーセンとか通う人で、その人にいろいろ教えてもらって、でその人の影響でポップミュージック PSP 版のやつを買ったり、あとは機動戦士ガンダム VS ガンダムネクストプラス
ていうやつを買ったりしてやってました。で、確か僕がパソコンを買ったのが、専門学校時代ですね。この頃は、特にというか、お金がなかったんで、ネットに全くつながない状態でやってたんですよ。で、その頃に携帯のツイッターとかで知り合った友達と一緒にコミケに行く機会があって、で、それ以降、同人ショップに通うようになって、そこで東宝の原作に出くわしたというか東宝の原作に初めて触れたんですよね。初めて買ったの何だったかな、司令伝と高魔鏡を買ってきたのかな。それで東宝なんかを地味にやってたりとかしましたね。まあ東宝自体は私が高校の2年の時に友達に勧められてもう知ってはいたんですけど、原作に触れたっていうのはここが初めてでした。はい。で、まあこういった感じで浅く広くいろいろゲームをやってきて、で、まあ社会人になって2年目で PS3 を購入して、で、まあ実況を始めて今に至るという形になっておりますね。いや、本当に記憶をたどりながらいろいろ思い出しつつ話していったら、まさかの1時間超えですね。いや、本当に長々と話してしまって、ここまで聞いてくださった方いるかどうか分かりませんが、本当にお付き合いいただいてありがとうございます。私のゲーム歴についてはこんな感じですね。まあだいぶ、これに関して分かっていただけたとは思います。まあ私としてもまだこのとはしゃべり内で話せていないこととかもたくさんありますので、もし興味が湧いた方いらっしゃいましたら、まあこれからですね、私の動画コメントやフリートーク欄、あとは、Twitter なんかで、絡ませて絡んでいただいたらですね、お話ししたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではエンディングの方に行きましょう。はい、第5回トワイスの妄想ラジオトワしゃべり、お別れの時間がやってまいりました。今回は私のゲーム歴について長々と話してしまったんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。もし皆さんが共感できるゲームとかそういうものがあったら嬉しいなと思ってはいるんですけれども、私も今まで割とマイナーなゲームばっかりやってきたので、なかなか周りの友達とも話が合わなくて困ってたところなんですけれども、まあ第1回だったか第0回で話した通りですね、私があまりにもマイナーなゲームばっかりやるから、それを、その楽しさをできれば友達にも伝えたいなっていう思いで実況を始めたっていうのもまずありますので、まあもし私のやったゲームといいますか実況動画を見ていただいて、あ、これ面白そうだなって言って買ってくれる方がいらっしゃったら、私としても本当に、幸せなことなので、ぜひ、私の実況動画の方もよろしくお願いします。お知らせなんですけど、まあほとんど第4回の方で言った通りなんですが、一つだけセインツロー4の後枠を、募集していたんですけれども、残念ながらリクエストの方は来なかったので、私の手持ちの方のゲームの方から選ばせていただきたいなと思ってまして、今2択で迷っているところです。片方はアクション RPG で、まあ多分認知度はそんなに高くないとは思うんですが、隠れた名作と呼ばれるものが一つ、あとは、アクションゲームで、大人気シリーズの続編というかスピンオフというかそういう感じのゲームが一つ、まあ、セインツローの後枠にしなくてもどちらもいずれやってみたいなって思うゲームなので、皆さん、楽しみにしていてください。では、今回はここまでとさせていただきます。
これからもですね、私の実況、私のラジオよろしくお願いします。では、失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。